サミュエル・フィリップス・ハンティントンサミュエル・フィリップス・ハンティントンはアメリカ合衆国の国際政治学者コロンビア大学戦争と平和研究所副所長を経てハーバード大学教授1986年から1987年までアメリカ政治学会会長を務めた政党支持ではアメリカ民主党の右派に属した彼の研究領域は西軍関係論 企画政治学、国際政治学などに及び、軍事的プロフェッショナリズム、発展途上国における民主化、冷戦後の世界秩序での文明の衝突の研究業績を残している。ニューヨーク市でホテル業界史の発行者であった父親と小説家の母親との間に一人っ子として生まれた。1939年に第二次世界大戦が勃発したことを契機として、 国際問題への関心を深めた。18歳でイエール大学を優れた成績で卒業し、陸軍に志願する。復員してからシカゴ大学で修士号を取得。ハーバード大学で西軍関係の研究に従事して博士号を取得した。1950年から1958年までハーバード大学政治学部の教員として教弁を取った。しかし、ハーバード大学が 就寝在職権付与を拒絶したため、1958年からコロンビア大学政治学部准教授となり、同大学の戦争と平和研究所副所長も兼任した。1963年、ハーバード大学からの就寝在職権付け商兵に応えてハーバードに復帰し修正在職した。百六十七年からジョンソン政権の国務省でベトナム戦争に関する 報告書を執筆し、また大統領選でニクソンと争ったヒューバート・ハンフリー候補の選挙対策として演説原稿を執筆してもいる。カーター政権でもアメリカ国家安全保障会議に加わり、ブレジンスキーのもとで勤務しており、ブレジンスキーと共に1978年にアメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁を創設している。彼は、 ハーバード大学での教育研究に尽力し、2008年にマサチューセッツ州の介護施設で死去した。リアリズムを基調とした保守的な思想で知られる国際政治学者である。彼はもともと近代化とそれに伴う社会変動や民主化の理論で政治理論家としての名声を築いた。しかしその名を一躍世界に広めたのは、 かつての教え子、フランシス・福山が提示した歴史の終わりに抗うする形で、アメリカン・エンタープライズ公共政策研究所でのハンティントンの講義をもとに、ホーリン・アフェアーズ紙に投稿した論文から派生した著書、文明の衝突である。ハンティントンは、冷戦以後の世界を文明にアイデンティティを求める諸国化の対立として描いた。コソボ紛争やトルコの EU 加盟など様々な、 国際的な事例を引きつつ、文明同士のブロック化が進む世界を分析した。この主張は、世界各国で反響を呼び、イランのモハンマド・ハータミーの文明の対話やトルコのレジェプタイープエルドアンが、スペインのホセルイス・ロドリゲス・サパテロと共に提案した、文明の同盟構想に影響を与え、彼の名を世界的なものにした。なお彼は、ホワイトハウスの政治顧問としても活躍した経験を、 もち、アメリカのアイデンティティの混迷を描いた、分裂するアメリカなどの著書もある。しかし、エマニュエルトットのような若手の文明研究家からは、国家間が古いと批判を受ける場合もある。ありがとうございます。